あなたの組織にとってマイクロサービスは本当に必要ですかというお話をします。AWS 事業本部コンサルティング部の寺岡と申します。よろしくお願いします。まず私の紹介からです。私はクラスメソッドには2020年の11月に入社しました。それ以前は主に Web アプリケーションの開発や運用に従事しており、前職では事業会社で自社サービスを開発しながら Amazon ECS や EKS を用いたマイクロサービスアーキテクチャ構成の複数のプロダクトを運用していました。 インターネットではトバチという名前で存在しております。アットトダバケケという ID で Twitter をやっているので、本発表に関する質問やフィードバックがもしあれば直接メンションや DM などを受け付けておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。さて、早速ですが本日お伝えしたい内容です。それはマイクロサービスだけが正解ではないということです。ここで一つ質問をさせてください。あなたの組織ではマイクロサービスについてどのように考えているでしょうか組織に応じて様々なパターンがあるかと思います。 例えば、現在稼働中のアプリケーションをモノリスからマイクロサービスへ移行しようとしているですとか、また、新たに開発するアプリケーションを最初からマイクロサービスとして構築しようと考えている。あるいは、アプリケーションをすでにマイクロサービス化して動かしているなどなど、ビジネスのフェーズ、組織の規模にも応じて、マイクロサービスに対するアプローチのパターンは様々かと思います。ここで挙げたそれぞれのパターンでは、アプリケーション開発に関してきっとこのような思惑があるでしょう。 モノレースからマイクロサービスへの移行を検討しているケースでは、現在稼働中のアプリケーションがモノリシックなまま規模を拡大させてきたことによって複雑化してしまっており、デリバリーやシステム品質や可用性などで課題が発生しているのではないでしょうか。また、アプリケーションを新規開発する際に技術的負債を抱えないような形で構築していきたいという思いは誰にでもあると思います。それでは、アプリケーションをすでにマイクロサービス化している場合には、ここで挙げたような課題は解決されているのでしょうか。 それぞれのパターンについて少し深掘りしながら考えてみたいと思います。まず、アプリケーションの新規開発のフェーズを想定しています。新しいビジネスの創出などが背景としてあるでしょう。いきなり大人数のアプリケーション開発者やインフラエンジニアが制限されることはありでしょう。少人数のチームで求められる機能もシンプルであり、故にここではひとまず単純なレイヤードアーキテクチャを想定しています。さて、プロダクトのユーザーが増え、ビジネスがうまく成長していくと、アプリケーションにも変化が求められていきます。 ビジネス要求に応じてアプリケーションに機能の追加や改善が求められます。チームメンバーを増やすということもあるでしょう。徐々にアプリケーションの規模が拡大していきます。 ビジネスドメインに熟知したメンバーばかりであれば問題ないかもしれません。しかし多くの場合はアプリケーションの規模が拡大するにつれてソースコード内の依存関係が複雑になっていきます。すると、ある一箇所の機能について変更したいというときに変更による影響範囲がわかりにくくなり、意図せずバグや可用性の低下を発生させてしまうかもしれません。また、異なる二つの機能について修正したいというときに同じソースコードを修正する必要があると発覚し、コンフリクトが生じることでチームの生産性が低下するかもしれません。すると、デリバリーの速度は自然と遅くなっていきます。 しかし、市場という外部環境は絶えず変化を続けていきます。だんだんとビジネス要求に対してアプリケーションが追いつけなくなっていき、また全体的なシステム品質や可用性やパフォーマンスの低下が発生するかもしれません。このようなシステムをモノリスと表現することがあります。モノリスのままアプリケーション規模が拡大することで依存関係が複雑化し、さまざまな問題が生じます。 ビジネス機能の業種度の低さによる密月項の発生によって変更の影響範囲が見えなくなり、回帰テストを大量実行する必要が出てくる。しかしそれでも発生する場合、そうした状況から変更を大きな単位でデプロイしたくなり、結果としてデプロイ速度の低下やシステム全体の変質や可用性の低下を招くことになります。こうした際にアプリケーションをマイクロサービス化することで問題を解決したくなります。では、マイクロサービスアーキテクチャとは何でしょうかマイクロサービスアーキテクチャとは、 アプリケーションを複数の独立したコンポーネントに分割し、その上でネットワーク通信により個々のコンポーネントを強調させることで全体として動作させるような分散アーキテクチャのことを指します。オライリーから出ているマイクロサービスアーキテクチャという本ではメリットが次のように整理されています。技術、異質性、サービスごとに異なる技術を選定することができる。それから回復性、レジデンス、サービス単位でのスケーリングやデプロイができること。それから組織面の一致。 サービスの所有権を小規模チームに移すことができるということです。また、合成可能性、機能の再利用性を高められるということ、それからマイクロサービスとして動かしていると、不要になった時に書き換えや削除が容易ということも挙げられます。では、複雑化したモノリスをマイクロサービス化していくプロセスを見ていきましょう。先ほど見たように、複雑化したモノリスでは、ソースコード内で見つけ過ごが発生し、依存関係が把握できないことが問題となっておりました。そこで、 ビジネス機能に応じてソースコード内において責務を少しずつ切り分けて複数のサービスとして分離していくやり方が有効です。ここでは技術的な観点ではなくあくまでもビジネス機能の観点をきちんとすることが重要となります。さて、ここで最初から全ての責務を分離しようとするとどうなるでしょうか多くの場合うまくはいかないかと思います。適切な境界が判断できずかえって変更コストが高くなってしまう恐れがあります。最初からビジネス上の責務を適切に判断できているのであればそもそもこのリスが複雑化する方も 起きなかったのではないでしょうか。よってここでは少しずつ分離するということが重要になります。少しずつ分離することで適切な境界をチームが学んでいくということが必要になっていきます。こうしたプロセスを経て積分を分離できたらマイクロサービスとして分離することができるようになります。その際にサービスの境界に応じてサービスの所有権を持つチームを配置します。各チームがサービスに対してオーナーシップを持つことで自律性とデリバリーの速度を向上させることができるようになります。こうして少しずつマイクロサービスへの分離を繰り返していきます。 ここで重要なのはサービスの境界とチームの境界を一致させることです。この境界が一致しない場合、サービスの所有権をどのチームが持つのか、別の言い方をすればサービスのデリバリーの責任をどのチームが持つのかがわからなくなり、複雑化したモノリスと同じようにデリバリー速度の低下といった問題が発生してしまいます。さて、ここで改めてモノリスについて考えてみたいと思います。そもそもモノリスは悪なのでしょうかまず用語の確認をします。 本セッションにおけるモノリストは単一なプロセスとしてデプロイされ稼働するシステムのことを指します。こうしたモノリストのメリットとしては、コードが単一のためテストやデプロイが容易になることや、インフラ構成もシンプルになるため変更管理や運用が容易になることが挙げられます。こうしたメリットは皆さんお分かりいただけることかと思います。単一のコードからアプリケーションがデプロイされるということは、デプロイの順序性などを考慮する必要がないということです。またシステムが分散しているわけではないので、いわゆる結合テストも実行しやすいはずです。 さらにインフラ観点で言えば、スケーリングも一つのサーバーにアプリケーションを何台起動させるか、あるいは何台のサーバーを起動するかといった点を考慮すれば済みます。よって、ここで確認しておきたいのが、モノリスそれ自体が問題であり、悪であるかどうかということです。ここまで見てきたように、コードが密結合になり、変更コストが高くなったモノリスに問題があるのではないかと考えています。ということは、密結合を避け、依存関係を適切に管理できていれば、むしろ単一なコードとシンプルなインフラ構成によるメリットを得られるはずです。 そこでモノリストをマイクロサービスの良いとこ取りができないかと考えています。マイクロサービスアーキテクチャとは、一種の分散システムです。分散化することによって、先ほど挙げた単一なプロセスによるメリットが得られなくなるわけです。分散させず、単一プロセスのままコードの密結合を避け、変化に柔軟な構成が保てるようなアーキテクチャを考えています。ここで一つの選択肢として、モジュラモノリストというアーキテクチャが挙げられます。モジュラモノリスとは、モノリストの一種形態であり、 独立した複数のモジュールで構成される、かつ単一プロセスとしてデプロイされて稼働するようなシステムのことを指します。モノリスでありながら、単一なソースコード内でモジュールが分離されている状態になります。各モジュールは粗結合を保ちながらコード内で呼び出されることになります。これはインフラ観点から見れば、モノリスの一種なので、マイクロサービスアーキテクチャで発生していたサービス化通信について考えなくて済みます。単一のプロセスなので、通常のモノリスと同じようにスケーリングを容易に管理できます。 このモジュラノリスアーキテクチャを実際に適用している例として Shopify の取り組みが有名です。Shopify では Ruby On r a i l s が使われており、アプリケーションの構成を変更することでソースコード内のモジュール化を実現させていました。具体的には、いわゆる MVC モデルに基づくディレクトリ構造の再編成を行い、コンポーネントごとに手動でラベリングすることで分割しました。また依存関係の分離を強制するための社内ツールを開発したそうです。加えてコンポーネントの境界を強制するために、 明示的に依存しないコンポーネントをロードしないように修正を加えていきました。こうした取り組みは、業種度の高いスキムを独立したモジュールとして表現した上で、変更に対する強度を高め、チームの生産性を高めることを目的としていました。このようにマイクロサービスではない選択肢として、モジュラモノリスの有用性が考えられます。 分散システムに起因するサービス間通信などの課題は発生せず、単一なコードのまま複雑性を回避することで、モノリスのメリットを保ったままアプリケーション規模を拡大することができるでしょう。最終的にマイクロサービスに移行するとしても、一時的なアーキテクチャとして、もちろんモノリスを選択することも有用なのではないかと考えられます。さて、ここまでで、モノリスからマイクロサービスへの移行について考えてきました。続いて、新しく開発するアプリケーションを最初からマイクロサービスとして構築したいというケースについて考えています。 先ほどお話しした通り、最初から全ての責務を分離しようとすると、適切な境界が判断できず、かえって変更コストがかかることが多いです。つまり、適切なサービス境界を判断できない段階でのサービス分割はリスクが大きいと言えます。繰り返しになりますが、適切なサービス境界を見つけるためには、ビジネス機能に応じて少しずつ分離することで、チームがビジネス機能の責務について学んでいくということが重要になります。 テクニック的な話としては、境界のヒントになりそうなところとして、デプロイの単位として分離したいところや、データベースがすでに分離されているところなどが挙げられます。こうしたうっすらとした境界も見えそうなところは、既にビジネス機能の責務が考慮されている可能性があります。ただし、技術的な観点になってしまうので、協力ではありますが、あまり頼りすぎるべきではないと思います。さて、マーティン・ファウラーは、マイクロサービスに関する研究が多いのですが、その中でこのようなことを言っています。 チームでマイクロサービスシステムを構築した合理的な経験がない限りはマイクロサービスから始めるべきではない。つまり、最初からアプリケーションをマイクロサービスとして開発するやり方は一種のアンチパターンと言えそうです。マーティン・ファウラーは、規模の大きくなったモノリスを分割するパターンがマイクロサービスではうまくいきやすいと述べていますが、これはサービス分割の難しさに起因すると考えられます。モノリスな形態だとしても、ある程度アプリケーションを開発し、運用した経験を経た方が適切なサービス境界を判断しやすいと言えます。 また最初からマイクロサービスとして開発すると単純に開発スピードが遅くなります。考慮すべきことが多いからです。デプロイのパイプラインを整備したり、分散システムのロギングやモデリングを用意する必要があるため、必然的にファーストリリースが遅くなります。特に新たにビジネスを開始するようなフェーズでは、マイクロサービスから始めることは避けるべきだと言えます。それでは最後に、既にマイクロサービス化しているケースについて考えてみましょう。先ほど述べたように、マイクロサービス自体が分散システムであり、 複雑なアーキテクチャであるがゆえに発生する課題がいくつか存在します。まず、サービスごとに独立したデプロイを実現するための自動化が必要になります。また、サービス間で通信を行うため、ネットワークに起因するレイテンシーや障害が発生することは避けられません。加えて、サービス間で通信の整合性を保つ必要があります。具体的にはバージョニングなどが必要です。加えて、トラブルシューティングのためにサービスを超えたロビングや モニタリングといった可観測性、オブザーバビリティの確保が必要になっていきます。これらの課題を解決する技術的要素については、既にクラウドベンダーや OSS などによって様々用意されています。では、ここで改めて、マイクロサービスの目的について考えてみたいと思います。あなたの組織ではなぜマイクロサービスを採用するのでしょうか目的は様々あるかと思います。まずは、チームの自立性を高めるため、サービスの所有権を小規模チームに持たせ、 ビビジネスス要求の変化をサービスに反映させやすくすくるとということが挙げられます。また、費用対効果の高い可用性や回復性、レジリエンスを実現したいということもあるでしょう。負荷の高いビジネス機能を個別にスケーリングできるようにすることによって、個々のサービスの障害によるシステム全体への影響を抑えたいということも挙げられます。さらに、新しい技術を試しやすくしたいという目的もあるでしょう。 マイクロサービスではサービス間の適切な通信さえ保たれていれば、個々のサービスの技術要素についてはチームごとに選定できるため、新たな技術を試しやすいアーキテクチャとなっているでしょう。新たな技術を試すことによって、チームの生産性が上がるといった効果もあるかもしれません。さて、それではなぜここで挙げたようなことが重要になっているのでしょうか あらゆるアーキテクチャについて言えるかもしれませんが、究極的な目的としてはビジネス価値の最大化のためと言えるでしょう。デリバリーを高速化させたいのはビジネス価値をプロダクトとして落とし込み、顧客にいち早く提供したいからです。また、チームの自立性を高めることで生産性を向上させ、短期間に多くのビジネス価値を届けられるようにしたいのです。マイクロサービスを採用することによってサービス分離を行うことになります。なぜサービスを分離するのでしょうかそれはサービスとチームを一致させ、サービスの所有権を確立させたいからです。 サービスの所有権を確立させることで、ビジネス機能のデリバリーに関するオーナーシップをチームに持たせたいのです。その結果、アーキテクチャの実態としては、さまざまなコンポーネントが分離され、互いに自立・協調しながら、全体として機能するシステムになるのです。このように、マイクロサービスには組織論としての側面があります。マイクロサービスはチーム体制に直接的に影響を及ぼす手法であり、その目的としてチームの生産性の最大化が挙げられます。 それゆえ、サービス協会とチームの協会が一致できない場合は、マイクロサービスのメリットを十分に得られない可能性があります。そこで、組織としてマイクロサービスがマッチしない場合には、モジュラモノリスへの移行も強力な選択肢として考えられます。技術的な観点でも、マイクロサービスキ金の課題を技術的に解決するよりも、モノリスに解決してしまった方が早いということもあるでしょう。さて、ここで改めて、本セッションの問いに戻ります。あなたの組織にとって、マイクロサービスは本当に必要でしょうか これも繰り返しになりますが、アプリケーション開発に関しては、様々な思惑があるでしょう。稼働中のアプリケーションをモノリスからマイクロサービスへ移行しようとしている。モノリスのままアプリケーション規模が拡大したことによる複雑化を抱えており、デリバリーや品質、可用性などの課題を解決したいと考えている。あるいは、新たに開発するアプリケーションを最初からマイクロサービスとして構築しようと考えている。すでにアプリケーションをマイクロサービス化しており、マイクロサービスに起因するような課題を抱えている。 さて、あなたの組織ではどのように考えているでしょうか。最後にコンセッションのまとめです。複雑性を回避するために、既に動いているモノリスを徐々に分割することから始めましょう。徐々に分割しながら、適切なサービス境界を学んでいくことが重要でした。また、モジュラーモノリスという選択肢も考慮に入れてみましょう。最初からマイクロサービスとして構築するのはアンチパターンと言います。適切なサービス境界を判断できず、単に分散しているだけのモノリスになってしまう懸念があります。 サービス分割がうまくいかなかった場合には、モノリスへの回帰も選択肢として考えましょう。今うまくいっているとしても、時間の経過とともにマイクロサービスが適切でなくなってしまうことも考えられます。常に最適なアーキテクチャは存在しないのです。本日お伝えしたかった内容としては、マイクロサービスだけが正解ではないということでした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。